乗降用のゲートハンドレールになっております。ウッディな雰囲気、クラシックな雰囲気が一つタルガの特徴になってます。助手席とメインサロンの背もたれがこうやって動くようになってまして、トイレのちょっと専用スペースになってまして、ヘッドルームとしては余裕たっぷりのスペースになっております。奥はちょうどこれくらいので、メインのベッドスペースとしてはこちら左舷側が十分高さもございます。壁もですね、 FRP なるべく出さないように壁紙を貼っております。はい、こちら右舷側で、タルガの、スライドドアになってまして、すぐにここにスプリングのクリートもございますので、出入口の時なんかも非常に後ろに回ることなくですね、出入りしやすくなっております。あとこちらが左右それぞれに乗降用のゲートハンドレールになっております。はい、こちらのモデルは、タルガのアフトドアモデルになってます。大型艇ですとこれが標準のスタイルだったりするんですが、30フィート以下でこれが小型の部類でこのオプションということで、非常に出入りがしやすいレイアウトになってます。で、後ろから入りまして、まず船内の雰囲気ですが、このチークをたくさん使ってるこのウッディな雰囲気、クラシックな雰囲気が一つタルガの特徴になってます。で、今回木目のこうベージュ系に合わせて、座面のものもですね、通常は布なんですが、今回ベージュのアルカンターラということで、オプションに出させてもらってます。ここ運転席、助手席とメインサロンの背もたれがこうやって動くようになってまして、で、ここはこういう形の折りたたみ式のメインテーブルになっております。で、あとは、カーテンがこれ遮光の生地になってますんで、帰るときこれを閉じてもらうともう中真っ暗、こういう木材の紫外線からのちょっと保護ですとか、そういったところにもなってます。で、ここから前のガラス面につきましては、このフィルム、サンフィルムっていきますが、こういう風になってます。帰るときやっぱりこれしていただくと、これがもう紫外線カットのフィルムになっております。非常に木材保護にも一役買っております。あとサングラス忘れちゃったときなんかもこれで眩しくないような、外から見ますとちょうどサングラスのこのミラーレンズっていうんですか、金色のギラギラしたやつなんですけど、中から見るとご覧の通り普通に見えてるような作りになっております。はい、で、タルガの助手席の向かいですが、こちらがこういう開閉式のギャレーエリアになっております。で、今回発電機をつけておりますので、 IH の2口電気式のものを入れております。で、その下は、今回ちょっとここのスペース特注で作ってもらいまして、なんとか電子レンジ入れたいなと思ってるんですけど、ちょっと狭いので、もしかしたらケトル置きになっちゃうかもしれませんけど、 AC のコンセントはここの奥に引っ張ってきてもらってます。はい、で、運転席周りコンソールもこういった形で、チークで作っております。で、おでこの箇所も、チーク で、このアナログのメーターですね、エンジン系のインフォメーションになりますが、パッと見知りたい情報がやっぱりまずアナログで見れるというところで、非常に安心があるかと思います。で、こちらは、同じく手動のサーチライトになってまして、今はもう電動でモーターで首振るなんていうのも主流かと思いますが、
ちょっとこうクラシックなのと、まあ、壊れないというのと、かっこいいというのと、あたりでこういった装備も残させてもらってます。で、公開ケーキにつきましては、ガーミンを国内でつけております。で、あと、各種 DC 系のスイッチと、トリムシステムでジップウェイク、オートのやつですね、つけてまして、で、シングルのボルボの、レバーと、こちらがスラスタバウトスタンの操作パネル一式、一体型になったやつをつけさせてもらってます。で、続きまして、フォア、キャビンじゃないんですけど、この前のスペース、こちらが、今回は、トイレのちょっと専用スペースになってまして、もったいないっちゃもったいないんですけど、非常に、ヘッドルームとしては余裕たっぷりのスペースになっております。はい、私身長160センチ、これでここはもう180とかの高さ十分ございます。ここを座って、ここが椅子です。で、これを出してるときに、こいつ、こうやって握ると、シャワーになりますんで、簡単なシャワー、ここでやっていただいて、っていうことは可能です。で、排水は電動で排水です。で、トイレも、電動になっておりますので、給排水、自動でできるようになっております。はい。で、あとは、ここ、まあ、換気兼、窓になってますが、ここは、すりガラスで外からの目線隠しなんていうことで、ちょっと気使っているところですね。はい、以上になります。はい、それではアフトキャビンのご案内をさせていただきます。ここはアフト出入り口の通路になっているところなんですけど、この床を跳ね上げるようなスタイルで下に潜るようになってます。で、こちらが、ちょっとごめんなさい、階段用意しちゃいます。はい。で、ここが、運転席の下、右舷側の居住スペース、ベッドスペースと、左舷側、メインのベッドスペースになってます。で、こちらが、アフト扉がもしない船、従来型のレイアウトとしますと、ここの空間ありますよね。ここの空間、これが同じくここにもこうあったわけですよ。ここもベンチになってて、ここが要は空間が廊下になっちゃってるんで、スペースがないんですよね。で、ちょっと圧迫感がここはございます。こっち側は、奥はちょうどこれくらいの天井が上がっててあるんですけど、ここちょっとギリギリですね。なんで右舷側のこの狭い方のバースは実際は物置き、何か泊まり道具とかカバンとか工程備品とか、そういう物置スペースになるかなと思います。で、メインのベッドスペースとしてはこちら、左舷側が十分高さもございますし、大人2人分寝ていただける横幅もしっかりございますので、はい、はい、ありがとうございます。こちらが今回タルガ27.2、アフトドアフィッシングカスのご紹介させていただきました。で、タルがこういった形で壁もですね、 FRP なるべく出さないように壁紙を貼っております。で、あと木ですね、唯一ここだけ FRP むき出しになってますけども、ほんとここだけです。こんな形で質感は非常にリッチなお船になっておりますので、ぜひ皆さんお問い合わせの方をいただければと思います。イーマット様でも販売いただいておりますので、ぜひ皆様お声掛けの方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
忘れました。